今回の裏技は、メガドライブオリジナルのベルトスクロールアクションの傑作、ベアナックル、怒りの鉄拳、です。メニュー画面で 2P 側のパッドの方向ボタンの右と ABC ボタンを同時押ししながら 1P 側のパッドでオプションに入ります。すると通常では設定できないプレイヤー数とラウンド数を設定することができるようになります。ただし 1P 側のパッドがロックボタンだと成功しないかもしれません。自分の環境だとダメでした。ラウンド数を8に設定すれば、いきなり最終ラウンドからスタートすることができます。2人でプレイして、ラスボスのところまで進み、ラスボスの質問に、片方が、はい、もう片方が、いいえと答えます。するとこのようにプレイヤー同士での戦いとなるので、どちらかをゲームオーバーまで追い込みます。ここで再びラスボスからの質問があるので、ここはいいえと答えます。するとラスボスとの戦闘になるので、普通にラスボスを倒してください。ちなみにはいと答えてしまうとステージ7からのやり直しとなってしまいますので、注意してください。するとこのようにプレイヤーのキャラクターが新たなラスボスの座につくという特殊なエンディングとなります。2人同時プレイでのラスボス戦にはもう一つの隠し要素があり、ご覧の方法で999,990点のボーナスを獲得できます。再現の難易度が高く、少なくとも一人でこれを再現するのは不可能に近いので、テキストだけでご容赦ください。このゲームのコンティニューは、通常は3回までですが、最後の1人がやられると同時に C ボタンを連打することで、もう1回だけコンティニューできるらしいです。ただし、自分が試した限りでは、何度やっても成功しませんでした。タイミングなのか連打力なのか。敵に投げられた時に方向キーの上とジャンプボタンを同時押しすると、ダウンせずに着地することができ、ダメージを回避できます。これは地味にあまり知られていないコマンドかもしれません。